マトノハンスケマトノハンスケから1917年11月29日は、明治、大正期の実業家、政治家、衆議院議員、原用者社員、旧救命、薫。筑前国中軍、後の中軍警護村で、福岡藩士の家に生まれ藩校周遊館で官学を治めた。1891年に分家した。原用者に加わり、自由党に入党。 1880年筑前共愛講習会、音楽訓練合会初期に出向。東京在住の現用社員、マト久クルシマツネヨシ、アキラは、赤沢恒博、樽井シ、吉らと、朝鮮挙兵を企てたが、1885年、大阪事件が発覚して、実行を断念した。福岡で精米業を開業したが経営に失敗した。変後、 日本に亡命していた、金玉金が、小笠原諸島に滞在していた1886年4月、黒島常吉、竹下徳次郎と3人で金を慰問している。1892年、第2回衆議院議員総選挙で、現用者は、離島側につき、マトノは、柳川、三池において、杉山茂丸ら総勢200人と、民党側の弾圧を行った。 1894年交互農民戦争に際して、天佑キャンの結成に参画した。日露関係の悪化に際して、改選を主張し、日露戦争後に日本移民協会、太平洋協会などを設立した。1908年5月、第10回衆議院議員総選挙に、福岡県軍部から県政本島所属で出馬して当選。その後、 第12回総選挙まで連続して当選し、衆議院議員を3期務めた。この間、県政会に所属した。副良新報の社長となり、1898年同士を九州日報に解題して引き続き同社主となった。また、八幡製鉄所の誘致にも尽力した。その他、若松取引所理事、筑豊工業組合幹事、関門新報社長、 両党新法顧問などを務めた、福岡市船町の自宅で療養していたが、肺炎のため死去した、ありがとうございます。